何なんどいや。なんや、ここ。全然知らんとこまで来たわ。どこや、ここは。え、見慣れん顔やな。あんた誰俺は JR 西日本が誇る最強にしてハイセンスの機動車、キハ189や。ハイセンスハイセンスはどうかねても見るかでやろ。ま、あそりゃまあええわ。ここは近鉄南大阪線と長野線が分岐する古い地っちゅうとこや。え長野線ということは、 長野長野行きでっかそりゃ大変や。そんなロングシートの車両で長野まで行くなんて。あ<は>やっぱり名古屋からは中央本線でっか南大阪線は狂気やから JR でも走れますな。いや、あんたが言うてるのは信州の長野ちゃうん。え長野言うたら信州の長野にあるに決まってますやん。いやー、ちゃうちゃう。これは河内長野ですえ側面見てや。 って書い,てるやろいや、ちょい待て。正面は長野で、横は河内長野おかしいやろ。正面が河内長野、側面が長野もあるで。同じこっちゃ。すると何か、正式な駅名は長野で、河内長野は芸名とか通称か。いや、そんなことない。駅名も河内長野や。なんどいや。そりゃあんたおかしいんちゃうけそれなら全部しっかりと河内長野って書いとけや。 4文字やろ長野だけやったら、みんな真摯の長野って思うでいや、思わんと思うんですが。阪急なんか、ひばりが丘花屋敷、天神橋筋六6丁目。どれも全部逆さんとしっかり載せてるでみんな知ってるからって、長野だけでええやろって。たった4文字の駅名を省略するなんて、鉄道会社の傲慢や。うん、ううん なので、順次、河内ならのに帰ってんねん。早いとこ直しや。こんなことしてたら、近鉄の股間に関わるで。股間それも言うなら、近鉄の苔剣に関わるやろえ苔剣<献>いや、なんでもええわ。天下の近鉄やろこんなもんさっさと直しや。ほな、さいなら。なんであんなこといきなりギ鉄に偉そうに言われなあかんねん。 しかし正論や。ありがたい忠告やと思って、さっさと直していこう。でもな、あんな行き先表示どころか、テックマークすら出してない奴に言われたくないわ。ああ、そこは激しく同意。なーに言うとるねん。あんたんとこの桜ライナーもそうやないか。